スウェベルン竜王歴223年人類は初めて自称誘導演算装置による時空領域形成に成功した。この超物理現象こそ後に樹式と呼ばれる科学技術体系の始まりである。ギギナ、俺たちに倒せるのか？私と貴様が組んで負けると思うか？さて、行くか？行くに決まっているだろうが！ Dances with the Dragons Fridays at 11 p.m. Only on Animax.